日本東京都中央区日本橋、東海道五十三時のうち日本橋歌川広重筆。名六つに、日本橋を渡る、大名行列、名所井戸百景、日本橋江戸橋作品名は、日本橋から江戸橋を望むのい,い、基礎街道続くの一日、元橋雪の明けの、経済永線筆日本橋側明治時代現在の、日本橋。上野高架橋は、 首都高速都心環状線日本橋は、東京都中央区の日本橋側に架か,かる日本橋に、ちなむ東京都中央区の町名、及び旧日本橋区にあたる、同下北部の広域地名である。正式な英語ローマ字表記は日本橋である。昭和初期の日本橋地域。中央に、白木や上部に、少し三越が見える、広域地名としての日本橋は、東京都中央区北部で、 旧日本橋区全域を指す。江戸時代から武家屋敷が立ち並ぶ山手に対して町人文化の中心地下町を代表する地域であった。東京は新宿や渋谷などの比較的歴史の浅い町が多い。中で日本橋は江戸時代初期からの歴史と伝統を持つ数少ない地域である。旧日本橋区西側に位置する中央通り沿いが賑わいの中心となっている。 近代以降も重要な地であった日本橋には日本銀行本店本館をはじめとした重要文化財に指定されている建築物が多く集積している。江戸時代には日本橋は五街道の起点として江戸における交通、物流の要所であった。現在の日本橋本町を含む一部地域は江戸本町と呼ばれており、江戸で最初に町割りが整備された欧州街道沿いの 町である。日本橋本町は、江戸時代から、薬問屋が数多くの木を連ね、現在でも、薬の町として、武田薬品工業、アステラス製薬、第一三協などの大手製薬会社の本社及び、東京本社が多数所在する。江戸時代当時から、両外省など、金融機関がこの地に集積し、金融、商業の中心地であった。 1873年に最初の銀行である第一国立銀行が設立された銀行発祥の地の日本橋かぶと町、日本銀行本店等が所在する日本橋本国町や日本橋室町、欧州街道沿いの金融街として今でも複数の大手銀行の支店が置かれている日本橋大田間町や日本橋横山町など日本橋地域全体が 東京都心を代表する金融街として発展している。日本最古の百貨店である日本橋三越本店を含む老舗の商業施設も多く、日本橋地域北東部に位置し、旧欧州街道沿いの町の東日本橋や日本橋横山町、日本橋クロ町には日本最大の問屋街が形成されている。関東大震災で倒壊して、その後築地に、 築地市場として移転するまで当地に魚菓子が置かれており、江戸時代から東京の食品流通を担ってきた。老舗百貨店の三越は旧三井財閥のルーツと言われており、戦前は三井本館に三井財閥の本拠地が置かれた。歴史的な経緯から三井不動産が当地に数多くのオフィスビル、複合商業ビルを有している。バブル崩壊以降、 金融街である日本橋の活気は失われていたが2004年に東急百貨店日本橋店跡地にコレド日本橋を開業して以降、官、民、地域が連携して日本橋再生計画と呼ばれる大規模再開発を進めており首都高速道路の地下化などを通して日本橋川沿いの水辺空間の賑わいの創出を目指している東京駅合いすぐがある 八重水町目も日本橋地域である。八重水町目はかつて日本橋五福郷の町名で旧東京市日本橋区に属していた。他の日本橋地域の町内と同様に郵便番号上3桁103を使用している。当然多くの行政施設の管轄や公立中学校の学区も日本橋に属している。近代以前現在の日本橋を中心とした地域は古くは 武蔵国に豊島郡に相当し、その中の江戸後前島村と呼ばれる地域だったという。江戸は、鎌倉時代の江戸市の支配から大田道館、さらに後北条市を経て、徳川家康が幕府を開く。その過程で、早くに町地として開発されたのが、この日本橋周辺の地域であった。さらに、上でも触れたように日本橋が架けられ交通の要所として定められてからは、 金座や銀座が置かれ、日本初の百貨店、三越の前身である越後屋をはじめとする大棚が集まるなど、江戸を代表する場所として、陰心を極めた。近代以降1868年、江戸府内は東京府となり、日本橋のあたりは維新の混乱により一時錆びれた。しかしガス島や鉄道馬車が敷設されるなどほどなく、息を吹き返し、 江戸の昔に変わらぬ繁栄を見せるようになった。1878年施行された軍区町村編成法により、日本橋を中心とした周辺の地域は日本橋区となり、1889年には東京市に属した。1896年には本領外町にあった金座の後に日本銀行が建てられた。また大棚の越後屋や白木屋が百貨店として、 生まれ変わり、1908年には、越後屋こと三越が、洋館の店舗を落成させるなど次第に、洋風建築も増え、近代的な街並みへと変わっていった。1923年、関東大震災により、日本橋区は甚大な被害を受ける。震災後定められた土地区画整理事業によって、河川や道路の改修、拡幅が行われ、 昭和通りや浜町公園ができた。古くから日本橋のたもとにあった魚菓子も築地へと移転した。第二次大戦において日本橋区は1945年の空襲により再び区内の大半を消失する被害をこむる。終戦後、東京都の主導により日本橋区は南に接する京橋区と合併することになった。日本橋区会では タクトの合併に難色を示す議員が多く、統合後も日本橋の名前だけは残したいとの意向から、京橋区との合併決議に町名に日本橋を関することとする項目が盛り込まれ、中央区発足時に旧日本橋区内のすべての町名に日本橋が干渉された。現在中央区のおよそ北半分の地区に見られる数多くの日本橋町という町名は、 中央区発足時の町名変更の名残である。なお、京橋区側の町名はそのままとなった。その後、戦災復興期の区画整理により、日本橋五福京は、八重洲一町目に1970年以降の住居表示実施に伴う町名の統合により、日本橋吉町や日本橋北堀町などが隣接する既存の町名に変更され、 日本橋を関する町名の一部は消滅した。1971年住居表示の実施により、江戸時代から長らく両国と称されていた、日本橋両国をはじめとした周辺の町々が合併し、現在の東日本橋となる。1973年住居表示の実施により、日本橋通りと日本橋江戸橋の2町を合併し、現在の日本橋となった。 日本橋の魚市場、神田の青物市場と並ぶ東京の代表的な市場。日本橋の東、江戸橋までの日本橋が北岸にあった。明治30年代、市場周辺の問屋数は約500個。衛生、交通などの面から移転問題が繰り返し起きた。関東大震災で全焼し、築地に移転した。魚、エビなどのエアリ。 日時3月2日午後6時開会会、常名寺座大菓子引天演説会入り条件弁師、磯部志郎君、脇坂神兵君、田口吉き君、高本マス郎君、角田新平君、丸山明生君、島田三郎君と書かれた演説会の入場券が書き写されている。清水清風著、東京名物百人一首明治40年8月。 日本橋の魚市場より抜粋日本橋もしくは道場を題材とした創作作品日本で主に使用されているローマ字表記には現在主流の修正へ盆式終戦直後に定められた旧へ盆式がある。中央区が定める正式な町名の日本橋及び国が管理する佳境の日本橋は日本橋が正式な表記である。 日本橋表記の歴史は長く、近代の明治に英字表記が定まっていなかった時代から日本橋と紹介されてきたことに始まる。戦後以降ローマ字表記が乱立する中で修正へ、本式に基づいた日本橋表記を継続して採用する流れとなった。行政施設では統一して日本橋表記が採用されている。外国の地名でも同様ルールに基づいた表記が見られる。 デンマークやミャンマースコットランドの首都、エディンバラやオーストラリアの首都、キャンベラなどが正式な英名表記として採用されている。ただし鉄道施設の駅名案内表示のように、旧へ、盆式ローマ字での表記、日本橋が残っている例もある。これは1946年運輸た達第176号による鉄道刑事規定で示された古い表記を使用し続けているためである。 現在、旧へ、盆式の採用に強制力はなく、鉄道各社の判断に任されている。現在でも、飛行的なごく一部の施設で、M の表記が見られるのは、上記で述べた、鉄道施設の表記を模倣した影響によるもの。日本橋地域の地名の中には、一つの地名の中に、修正へ、盆式と旧へ、盆式のスタイルが混ざっている、表記の町名が存在する。 2010年代以降、日本橋のローマ字表記を日本橋に統一する動きがある。東京都では、国内外旅行者のためのわかりやすい案内サイン、標準化指針に基づき、2015年以降の看板表記を N で統一。同様に、国土地理院でも、地名等の英語表記規定を策定し、N で表記すると明示した。環境庁の指針でも、 同様に N で表記する規則を示した。同じく2010年代以降、日本橋地域の再開発ビルの施設名の多くも N で統一している。日本橋は東京都中央区日本橋地域の町名で、北は日本橋側、南は都道408号に接する。現行行政地名は日本橋1丁目から日本橋3丁目。郵便番号は103-0027。 中央区日本橋地域の南部に位置し、日本橋南詰めの町として、古今んにぎわいを見せている。2019年9月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。